82mm 迫撃砲 BM-37 は、第二次世界大戦で赤軍が使用していた迫撃砲である。フランス製のブラント 81mm 迫撃砲、ミリー27-31の改良型に当たるが、砲本体の形状はごく一般的なもので、外見上特にこれといって目立つ特徴はない。最大の特徴は、 口径がオリジナルの 81mm よりもやや大きめの 82mm となっていることである。このため、外国軍で一般的に使用されている 81mm 迫撃砲では、ソ連の 82mm 迫撃砲弾を露獲しても流用できないが、ソ連の 82mm 迫撃砲は露獲した敵の 81mm 迫撃砲弾を発射可能である。 初期生産型の 82mm 迫撃砲 BM-36 この特徴は大祖国戦争序盤においてドイツの 8cm SGRW34 への 82mm 迫撃砲弾の流用を不可能としドイツの戦力増強にならないようにすることができただけでなく後の冷戦時代でもこれを供与された 共産系反政府ゲリラ組織が新米、親西側政府軍から奪取した 81mm 迫撃砲弾を利用した弾薬調達を容易とし、ゲリラ潜水砲に対する大きな一助となった。しかし、大祖国戦争序盤の劣勢時には、かなりの数の砲そのものが接収され、BM-36 には 8.2cm 迫撃砲274。 1>, 1の名称が BM-37 には 8.2cm 迫撃砲274。2の名称が BM-41 には 8.2cm 迫撃砲274。3の名称がそれぞれ与えられ、ドイツ軍によって使用されている。なお、これらの方から 81mm 迫撃砲弾を発射した際の命中率は著しく低下する。 ソ連の 82mm 迫撃砲は、時期によって4種類の生産型に分類される。開発時期を考えると、ノモンハン事件や冬戦争に投入された可能性もあるが、具体的な戦歴は不明。大祖国戦争においては、赤軍の代替迫撃砲として、より上位の 120mm 迫撃砲 PM-38 とともに広く使用された。 第二次世界大戦以降も長期にわたって生産が続けられ、中国では53式 82mm 迫撃砲としてライセンス生産が行われるなど、東側諸国の標準迫撃砲となった。冷戦時代には、東側諸国の政府軍はもちろん、ベトコンなどの共産系反政府ゲリラ組織にも多数が供与されている。 1970年代後半からは軽量化などの改良が加えられた新型の 82mm 迫撃砲2バイト14への更新が進められたが多くが予備兵器として保管されていると思われる。これと対照的なのが太平洋の戦闘でアメリカ軍の M181mm 迫撃砲と 日本軍の97式局射風標砲は、同じフランス製、ブラント 81mm 迫撃砲をライセンス生産したものだったため、双方間にほぼ完全な弾薬の互換性があった。このため、双方ともに、自前の弾薬が不足した際には、露覚した敵の迫撃砲弾を流用して、急場をしのぐことがあった。ただし、厳密には、敵迫撃砲弾を流用すると、 弾道特性が変わるため、正確な射撃は困難となる。ありがとうございます。